2対1スペイン代表リードで前半終了となりました。吹雪さん、灰崎君も後半は無理そうですね。何言ってやがる。俺はまだ神の肩を借りるとはとんだ悪魔もいたもんだ。うるせえ、話しやがれ。あらや、ろくに立てもしねえ奴がフィールドにいたって邪魔なだけだぜ。肩だけじゃ止められない。何か手があるはずだ。野坂さん、分析完了のようだね。はい、スペインの弱点は逆にそのフィジカルの強さにあると思われます。スペインはあまりにフィジカルが強いためディフェンスを避けて通るような動きはしません。そのプレイスタイルこそがスペインへの付け入る隙ということは。おごしゅ、なるほど。ぶっつけ本番でうまくいくかな。やるしかないよ。後半は吹雪くんに代わってゴージンくんに出てもらいました。よっしゃ、負けすぎ。ああ、俺じゃねえのかよ。さてどうしましょうかね。俺はまだやれる。監督、僕も灰崎くんにはこのまま試合に出てもらいたいと考えています。野坂くんがそう言うなら。でははーい、関谷くん出番ですよ。はい。さ、良平。彼はインドで特殊な気功を修行してましてね。気功？僕はフィジカルトレーナー兼データ分析担当兼料理担当兼データセキュリティ担当兼気功マッサージ師だからね。さすがに怪我を治すことまではできないけど。ヒーリングセレブレーション。ああ、この何を。体内エネルギーの流れを利用して疲労回復させたんですよ。体がすっかり軽くなっちまったぜ。本当に。ああ、何も問題ねえ。関谷さん、この技は体力を使うんでね、一日一人が限界なんだ。ありがとうよ。思う存分暴れさせてもらうぜ。西影、お前のあれ教えてくれないか。あれ、ほら、あのビュンってやつ。ビュン、あ、ビュンってやつ。人と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 
ひらめき。さあ後半戦スタートです。前半はスペイン代表有利に進みましたが、果たして日本はどのように攻めるのでしょうか。日本代表には戦術の皇帝野坂優真がいます。あれがこのまま手をこまねいているとは思えませんね。稲森、真正面からルーサーに向かっていく。面白い。何？これは何ということでしょう。一人がスペイン選手と相対し、もう一人がこれを支える。これが稲妻ジャパンの新しい作戦か。新戦法ダブルブロック。みんな行くぞ。行かせないよ。お前らもどき止めてやる。これは日本代表、今度は3人1組になり細かくパスを回しています。トライアングルパスが大進行でこっち。野坂と一星が生み出した新戦法ダブル&トライアングル。あっちや。吹雪アッティアのシュートをアロンソ難なく止めました。はい、ダブルブロックの体勢を作る前に突破された。曲がれダイヤモンドレイ。ダイヤモンド、誇りもなくそんな技。アーム。なんということでしょう。遠藤、クラリオの曲がるダイヤモンドレイを止めました。しかし今の技は、確かあの技はダイヤモンドアームって。また安易な名前だな。あれはキャスティングアーム。まさか本当にやってしまうなんて。どういうことだ。キャスティングアームのやり方を。まあ教えてくれ。そんな得もしないでいきなり。やってみるしかない。可能性がある限りどんなことでもやってみるってな。ってなって、それで本当にやってのけてしまうとは。それが遠藤守という男だ。あいつには天性のサッカーセンスが宿っている。サンキュー西影。さあみんな、ここから逆転だ。それでこそ遠藤守る。だが逆転など夢のまた夢。カノーってやつを教えてやるよ。無敵のジャイアントの力見せつけてやるぞ。イナズマイレブン。同じことじゃ負けないよ。
なぜ進む？シュートを打たないつもりか？ダイヤモンド！エンジン！あの距離で！ダイヤモンド！直角に曲がりやがった！はじいた！とっさの判断でダイヤモンドアームをパンチに！クラリオもダイヤモンドレイをさらに進化させた！エンドを守るカタルーニャの巨神クラリオ大番からゴールを守り続けます！そのエンドに応えるかのようにダブルで守り、トライアングルで攻める日本代表、圧倒的有利と思われたスペイン代表を翻弄しています。おらぁ、どう行かせねえぜ。やはりここまで成長してきたか、稲妻ジャパン。 FFI の本戦に向け、警戒すべき相手チームの研究を始めようと思う。まだ予選の途中ですよ。予選は突破して当然ってことですよね。本戦で警戒すべき相手となると、まずはアメリカ。中国もなかなかやるようだぜ。オリオンを警戒するならロシアじゃないかな。いや、他に気になる国があるんですか？日本だ。日本？監督、私は日本を警戒すべきだと考えます。冗談が下手ですね。クラリオさんたちのバルセロナオーブにボロ負けした国でしょ。韓国には勝ったぞ。あそこはオリオンの首都がいるというだけで大したチームじゃない。確かに今はまだ弱い。だが彼らのサッカーはまだまだ成長するだろう。日本で何かを見てきたようだな。彼らのサッカーは気持ちのいいサッカーでした。それに豪炎寺のラストリゾート。そんなに心配することないんじゃ。その選手は怪我で試合には出られないのでは。稲妻ジャパン、私も可能性を秘めたチームだとは思う。だが FFI 予選は短期決戦だ。そこまで成長できるとは思えんか。いいだろう。そこまで言うならやってみろ。ありがとうございます。調子こいてんじゃねえ！なぜアロンソ、フブキさん、アツヤ君のシュートを止められなかったんだ。野坂さんも気づいていたんですね。この試合、アロンソが許したシュートはあの1点だけ。他は完璧に防いでいます。彼には何か秘密があるようだね。さすがに苦戦しているようだな。ああ、曲がるダイヤモンドレイなんて本当にできるのか。ダメか。クラリオさん、日本がオーストラリアとウズベキスタンに勝ちました。どちらの代表にもオリオンの使徒が潜り込んでいたはずだ。そんなチームに立て続けに勝つなんて。日本のサッカーは気持ちのいいサッカーだと言っていたな。単に強敵になるというだけではなく、共にオリオンの汚れたサッカーと戦う同志になるかもしれないということか、クラリオ。だからこそ全力で戦いたいのです。本気でぶつからなければ本気の思いは伝わりません。よし、日本代表との戦いに向け
特訓を開始する。はい。行くぜ。ダイヤレモネード。ライジング。ライジングも効かねえなんて。強引なシュートで勝てる相手じゃないですよ。ふう。さっき一瞬アロンソの動きに焦りが見えたような。あ、まさか。野坂さん、目です。アロンソはシュートを打つ者の目を読んでボールの軌道を完全に予測しているのではないでしょうか。さっき一瞬動きが遅れたのはシュートを打つゴージンさんの姿が、その目が見えなくなったからでは。なるほど、一種の独身術だね。だとすると意外に攻略は簡単かもしれない。はい。アスト君、アツヤ君、この試合の命運僕が預からせてもらう。何か作戦があるってのか。ゴージンさんのおかげでヒントが見つかりました。それじゃあ始めようか。はい。必殺タクティックザ・ジェネラル。何をするつもりだ。アスト君。日本、宇吹敦也がシュートを決め2対2。世界最強の一角、無敵のジャイアントを相手に同点になりました。だからあなたは大切だって言ってるでしょ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。やったな、敦也。どうやら一星と野坂は相手キーパーの弱点を掴んだようだな。ああ、さすが野坂さんだ。キーパーも攻略できたし、ゴールは遠藤さんが守ってる。これでもう怖いものなしでこっしゃ。ああ、いいじゃん。これが今の君のサッカーか。本当に変わったんだね、ヒカル。アロンソの弱点を見抜いたようだな。ゴールなのでしょうか。一体何が起きたのでしょうか。
今のは一体。あなたたちが私たちの個性を分析して攻略法を編み出したように、私たちはあなたたちの弱点を完全に把握した。日本に勝ち目はない。私の季節なんだもん。ほらほら君も振り返ったなら、美しい私。悲しいだけなら思い切り泣けば忘れちゃう。寂しいのは無理、ちゃんと追い越して待っているから。愛してる、身振り手振り全身で会いたいわ。愛ゆえに真剣だよ。ほらね、心見ればつまり。ゾンビだす王様、ゾンビだす王様。から支持される日本の切り札とは。ついにスペインとの激闘が決着する。次回、稲妻イレブンオリオンの刻印。アスト、勝利に向かって走れ。稲妻イレブン今日の格言。可能性がある限りどんなことでもやってみる。以上